テンプル騎士団。テンプル騎士団は中世ヨーロッパで活躍した騎士修道会。正式名称はキリストとソロモン神殿の貧しき戦友たちであり、日本語では神殿騎士団や聖堂騎士団などとも呼ばれる。十字軍活動以降、いくつかの騎士修道会、構成員たちが武器を持って戦闘にも従事するタイプの修道会が誕生したが、テンプル騎士団はその中でも、 最も有名なものである。創設は1096年の第一回十字軍の終了後の1119年であり、ヨーロッパ人によって確保されたエルサレムへの巡礼に向かう人々を保護するために設立された。テンプル騎士団は構成員が修道士であると同時に戦士であり、設立の趣旨でもある第一次十字軍が得た聖地エルサレムの防衛に、 主要な役割を果たした。特筆すべき点として、騎士団が保有する資産、構成員が所属前に保有していた不動産や各国の王族や有力貴族からの寄進された土地などのほとんどを監禁し、その管理のために財務システムを発達させ、後に発生するメディチケなどによる国際銀行の構築に先立ち、 独自の国際的財務管理システムを所有していたとされることが挙げられる。ヨーロッパ全域に広がったテンプル騎士団は、聖地がイスラム教徒の手に奪い返されて、本来の目的を失った後も活動し続けたが、1300年代初頭にフランス王フィリップ4世の策略によって壊滅状態なり、1312年の教皇庁による異端裁判で正式に解体された。 テンプル騎士団は劣気とした修道会であったため、会見と会速を保持していた。会の発足時には改革指導会の創立者で、当時の欧州キリスト教会で強い影響力を持っていたクレルボーのベルナルスの支援を受け、ベルナルデス自身が会見の執筆を行ったことで知られる。テンプル騎士団は各国に管区長、マスターと呼ばれる蓄積任者がおり、 騎士団全体を統括するのが総長、グランドマスターであった。総長の任期は、終身で東方における軍事活動と西方における会の資産管理のどちらにも責任を負っていた。テンプル騎士団は以下の4つのグループから構成されていた。通常、一人の騎士には10人ほどの重視がついていた。さらに一部の修道士は資産管理業務を専門としていた。 テンプル騎士団は十字軍十軍者の資産を預かる業務も行っていたが、あくまで主目的は戦闘にあった。テンプル騎士団は入会者や各地の信徒から寄進を受けることで資産を増やしたが、その資産を用いて、聖地や中東地域に多くの要塞を配置し、武装した騎士を常駐させた。テンプル騎士団のユニフォームは、 白い上位の上に赤い十字架のマークをつけたもので、テンプル騎士団を描いた絵でもよく見られる。騎士団の入会儀式では、入会への意志の硬さが問われ、秘密儀式が行われていた。入会式の全容が秘密とされたことが後に、騎士団を一貫として告発するにあたって利用された。しかし、秘密儀式といっても、実際には、通常の騎士団のような誓いや、 修道会のような製品、締結、従順の誓いを立てていたに過ぎなかった。上級騎士たちは決して降伏しないことを誓い、戦士こそが天国の保障であると考えていたとされる。このような戦士としての士気の高さ、熱心に行われた鍛錬と十分な装備などが相まって中世今日の騎士団と呼ばれるほどになった。テンプル騎士団の歴史は第一回十字軍の成功に遡る。 第一回十字軍は聖地の占領に成功したものの、十字軍参加者のほとんどは聖地奪還に満足して帰国してしまい、中東地域に残されたキリスト教、勢力十字軍国家は不安定なものであった。このことに憂慮して聖地の守護を唱えたフランスの貴族のもとに9人の騎士たちが集まり、聖地への巡礼者を保護するという目的で活動を開始し、 すでに活動していた聖ヨハネ騎士団修道会の例に習って聖アウグスチの修道会の快則を守って生活するという誓いを立てた。エルサレム王国のボーダン二世は彼らの宿舎の用地として神殿の丘を与えた。神殿の丘にはもともとソロモン王の作ったエルサレム神殿があったという伝承があった。このことから会の名称テンプル騎士団が生まれることになる。 ユーグド・ドパ・イアンは、自分たちのグループも、ヨハネ騎士団のような騎士修道会として認可されたいと、願い、当時の宗教会の大物であった、クレルボーのベルナルドスに、快則の作成と教皇庁へのりなしを依頼した。ベルナルドスの尽力の甲斐あって1128年1月13日、フランスのトラワで行われた、教会会議において、教皇ホノリウス2世は、 テンプル騎士団を騎士修道会として認可した。当時のヨーロッパ貴族の間では、聖地維持のために何らかの貢献をしたいという意見が多かったため、テンプル騎士団は、フランス王を、はじめ多くの王公貴族の寄進を得て入会者も増えた。1139年に、教皇インノケンティウス2世が、テンプル騎士団に、国境通貨の自由、課税の禁止、 教皇以外の君主や司教への服従の義務の免除など多くの特権を付与したことがその勢力を拡大する契機となった。テンプル騎士団は1147年の第二回十字軍に際してフランスのルイ7世を助けて奮闘したため十字軍の終了後、ルイ7世は騎士団にパリ郊外の広大な土地を寄贈した。ここに テンプル騎士団の西欧における拠点が建設された。この支部は、壮麗な館の周りに城壁を巡らした城塞に近いもので、教皇や外国君主がフランスを訪れる際には、宿舎となり、王室の財宝や通貨の保管まで任されるようになった。1163年には、教皇アレクサンデル3世が、自らの選出に際し、尽力したテンプル騎士団に報いる形で、 解直を出して、修道会と財産の正座による保護、司教からの独立などの特権を付与した。テンプル騎士団の騎士たちの強さと勇敢さは伝説的なものであった。特に1177年のモンジザールの戦いで、サラーフッティーン率いるイスラーム軍を撃退し、フランスのフィリップ2世やイングランドのリチャード1世、死死神脳とも共闘した。イベリア半島でも、 タイムスリム勢力戦に従事して、その有名を不動のものとした。しかし、数々の特権を受けて肥大化していく騎士団に対し、地域の司教たちや他の修道会からの批判の声が聞かれるようになった。それだけでなく、口述するように一切の課税を免除され、自前の艦隊まで有して、商業活動や金融活動を行っていた騎士団は、 商人や製造業者たちの敵意を受けるようになっていった。軍事組織としての表の顔に加えて持っていたテンプル騎士団のもう一つの顔が財務機関としてのものであった。もともと入会者たちはこの世の映画を捨てる証として個人の私有財産を会に寄贈て共有しており、この監修は他の修道会でも行われていた。会の活動目的が聖地主語と 軍事活動であっても実際に前線で戦うのは会員の数パーセントに過ぎなかった。ほとんどの会員は軍事活動そのものよりそれを支援するための平坦及び経済的基盤の構築に当たった。巡礼者に対しては現金を持ったまま巡礼の道を移動することにより起こるリスクを防ぐた自己当てかわせてがた、レトラでチェンジの発行等の銀行機関のようなサービスもいった。 また現在で言う預金通帳のような書類、ボンデで一本もテンプル騎士団のイノベーションだと割れている。このように多くの騎士を集めたことによって12世紀から13世紀にかけてテンプル騎士団は莫大な資産を作り、それによって欧州から中東に至る広い地域に多くの土地を保有した。そこに教会と城塞を築き、ドウ畑や農園を作り、やがて自前の艦隊まで持ち、 最盛期には、キプロス島全島すら所有していた。パリにあった支部は、フランス王国の非公式な国庫と言えるほどの正しになり、たびたび、フランス王に対する経済援助を行っている。1146年にはルイ7世の命により、王国の国庫は、正式に、テンプル騎士団に預けられ、この体制はフィリップ4世の統治時代、後日まで続くこととなる。 テンプル騎士団の経済的な発展とは裏腹に、1187年までに、中東情勢は悪化の一途をたどっていた。当時の総長は、宿敵、サラーフティーンとの数字にわたる戦いに、敗北するだけでなく、自らが捕虜となるという致命的な失態を演じた。これは、投降よりは死を選ぶという騎士団の有名に泥を塗ることになった。ジェラールは一度は解放されたが、 再び捕虜となって残守されたため、ヨーロッパでのテンプル騎士団の威信は落ちた。1291年、レバントにおける最後の十字軍国家であったエルサレム王国の悪根がマムルーク朝アシュラフ・ハリールにより陥落すると、キリスト勢力は完全に聖地周辺の足がかりを失うことになった。軍事活動がなくなっては存続できない。 他の騎士団が存亡をかけて新たな目標を見つけてゆく中で特権と財産に守られていたテンプル騎士団には危機感がなくスペインでのムスリム勢力との小競り合いを除けばほとんどすべての軍事活動を停止するようになっていたテンプル騎士団の破滅は突如として訪れた13世紀の終わり中央集権化を進めていたフランス王フィリップ4世イダン王は財政面で 幾度も騎士団の援助を受けていたにもかかわらず、自らの新しいアイデアに夢中になっていた。それは、当時最も勢力のあった二つの騎士団、テンプル騎士団とセイヨハネ騎士団を合併し、自らがその指導者の座について聖地を再征服。その後、自分の子孫にその座を継承していくことで、自らの一族が何世代にわたって全ヨーロッパに及ぶ強大な影響力を及ぼす。 という夢であった。しかし、現実にはフランスは、慢性的な財政難にあえいでいた。フィリップ四世は、復心のギオームド逃れの検索に従って、1296年に、教皇庁への献金を禁止し、通貨改中を行った。さらに1306年には、フランス国内のユダヤ人を一斉に逮捕、資産を没収した後に追放するという暴挙に出た。 こうしてまとまった資産を手にしたフィリップ四世が次に目をつけたのが富裕なテンプル騎士団であった。上記の説とは別に当時のフランスはイギリスとの戦争によって多額の債務を抱えテンプル騎士団が最大の債権者であった。そのためフィリップ四世は債務の帳消しを図ってテンプル騎士団壊滅と資産の没収、略奪を計画したとも言われる。 いずれの動機であれ、まずてはじめにフィリップは、西洋ハ根騎士団との合併を、テンプル騎士団総長、ジャック・ド・モレーに提案したが、これは即座に拒絶された。そこで、王は、どのように、テンプル騎士団の資産を没収するかを検討したが、そもそも何の罪もない人々を一般的な裁判形式で裁いても、有罪の立証に持ち込むことは難しい。そこで、匿名の証言を採用できる。 異タン審問方式を用いることで有罪に持ち込もうと考えた。異タン審問を行うには教皇庁の認可が必要であるが、当時の教皇はフランス王の意のままに動く、フラス人のクレメンス五世であり、何の問題もなかった。こうして、テンプル騎士団を入会儀式における男職、ソドミー行為、ハンキリストの誓い、悪魔崇拝といった容疑で起訴することになった。 1307年10月13日、フィリップ4世は、フランス全土において、テンプル騎士団の会員を何の前触れもなく、一斉に逮捕。異端的行為など100以上の不当な罪名を被せた。上、罪を自白するまで拷問を行った。異端審問において立ち会った、審問官はすべて、フランス王の息のかかった、行為聖職者たちで、特権を持った。 テンプル騎士団に敵意を持つ人ばかりであった。騎士団は異端の汚名を着せられ、資産は西洋羽騎士団へ移すこと、以後の活動を全面的に禁止することが決定された。さらに1312年、教皇クレメンス5世はフィリップ4世の意を受けて、開いたビエンヌ公会議で正式にテンプル騎士団の禁止を決定。フランス以外の国においてもテンプル騎士団の禁止を通知したが、 効果はなかった。例えば、ポルトガルでは、国王が逮捕を拒否し、キリスト騎士団という名前での存続が認められた。カスティーリアとアラゴンでもテンプル騎士団に対する弾圧は一切行われかった。ドイツとキプロス島では、裁判までは行われたが、証拠不十分で無罪の判決が下された。また、教皇庁と対立していた、ロバート一世の治めるスコットランドはそもそも教皇の、 決定など意に透けていなかったので、同地でも騎士団は弾圧を免れた。悲惨の没収を得ると、フィリップ4世は、口封じのために1314年、投獄されていた4人の指導者たちの処刑を指示、ジャック・ド・モレーラ最高指導者たちは、してしまの形状で生きたままあぶりに入れた。テンプル騎士団については、19世紀に至るまで彼らの、 異端という汚名は晴らされることがなく、無批判に受け入れられていた。しかし1813年に、フランスのレーヌアールが初めてこれに疑義を呈し、最終的に1907年に、ドイツの歴史学者、ハインリヒ・フィンケが、彼らの罪状は、事実無根で、フィリップ四世が資産狙いで壊滅させたことを明らかにした。現代のカトリック教会の公式見解では、 テンプル騎士団に対する異端の疑いは完全な冤罪であり、裁判はフランス王の意図を含んだ不公正なものであったとしている。また、ビエンヌ公会議で教皇がテンプル騎士団の禁止を決定したことも当時の社会からの批判に流されたものであったと結論づけている。2007年10月12日にローマ教皇庁はテンプル騎士団の裁判資料である。 テンプル騎士団弾劾の過程を公開、反復した。テンプル騎士団にまつわる伝説は多い。伝説の多くは、テンプル騎士団の最初の本部が置かれたエルサレム神殿とのつながりから生まれたものである。代表的なのが、彼らはエルサレム神殿の跡地から聖杯を、あるいは聖騎を、あるいはイエスがかけられた十字架を発見したなどというものである。また、 多くの団体が自らの羊をテンプル騎士団と結びつけることでその神秘性を高めようとしてきた歴史もある。著名なものはフリーメイソンで彼らは19世紀に入ってから神殿の図が入った紋章を使い始め自らのルーツをテンプル騎士団と結びつけようとした。代表的な伝説は騎士団がロバート・ブルース支配下のスコットランドで損したというものでここから スコットランドギリエのフリーメイソン団やフランスを中心とするジャコバイト系フリーメイソン団、もろもろのオカルト系フリーメイソン団が生まれた。現在もダヴィンチコードなど多くのフィクション作品においてテンプル騎士団の神秘的なイメージは利用され続けている。モデルとしたものも含む楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。